アンコールをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、メイヨウです。今日はアンコールのインタビューを受けさせていただきまして、12月6日にポップ SOS というメイヨウメジャーデビュー後初のアルバム、フルアルバムをリリースするんですけど、それについていろいろ話させていただきました。インタビューの中でもいろいろ話したんですけど、これまでメジャーデビューしてから今に至るまで、もっと言うとメジャーデビューする前から今に至るまで僕すごいいろいろ音楽を作ってきたんですけど、例えば今年で言うと au 三太郎の CM で心躍る方でっていう曲をがもう1月1日からテレビで流れたりだとか、あとかまいたちの濱家さんと生田絵梨花さんにビートで逃避という楽曲を提供させていただいたんですけど、その曲が今年に入ってからすごいいろんな方がこう動画で使ってくれたりとか、なんかとにかくいろんな、僕が歌う活動ももちろんですし、僕が誰かに楽曲を提供するみたいな、そういうこともいろいろやってきました。でもっと本当ここ直近で言うと、ナオト・インティライミさんと一緒に嫌になっちゃうなっていう曲を一緒に作らせてもらったりとか、あとアドさんにクラクラという楽曲を提供させていただいたりとか、そんな感じでいろ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 な活動をさせていただいた名誉なんですけど、今年締めくくりに12月6日にアルバムをリリースします。ぜひぜひそちら聴いていただけますと嬉しいです。そして12月15日には名誉メジャーデビュー後初めてのワンマンライブポップ SOS を開催することが決定しております。代官山ユニットで行われます。今年の総まとめというか、メイヨの活動の総ざらいみたいな、そういうワンマンライブになると思いますので、ぜひぜひ来ていただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで、アンコールのインタビューぜひ読んでいただけますと幸いです。サイン入りのチェキのプレゼントがあるみたいで、そんな慣れてないんですけど頑張ってサイン書けますので、よかったらぜひ。それではありがとうございました。メイヨウでした。バイバイ。